今と昔では常識が違う、劇的変化したコンビニを知っていますか？ただいま、コンビニで色々買ってきたわよ。おかえり。って、なんか買ったものの量がすごいな。最近のコンビニってすごいのね。ファミマに行ったら無印良品の商品まで売っていたのよ。欲しいものを買いに行ったつもりが、いつの間にかカゴが満杯になってたのよ。今と昔じゃ、コンビニで売っているものだけじゃなく仕様も全然違うからな。今のコンビニって、昔からどんな風に変わったのかしら。ということで今回は、ほぼ原型がない昭和と令和のコンビニの違いを7選紹介していくぜ。視聴者の皆様も色々意見があると思うから、動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目はセブンイレブンだぜ。誰もが知る、コンビニの中でも一番有名と言っていいくらい人気のセブンイレブンね。セブンイレブンとは、アメリカ合衆国のコンビニエンスストアチェーンだぜ。テキサス州のダラスに本社を置いていて、1927年にダラスでアイスハウスの店舗として創業したんだ。ダラスって、テキサス州の第三の都市と言われているところよね。でも、アイスハウスなんて聞いたことがないわ。どういう意味なの？アイスハウスとは、日本でいう洋室のことだぜ。つまり氷や雪を貯蔵して、冷温貯蔵庫として機能する蓄熱施設のことだな。もともとは、コンビニとしてじゃなくて蓄熱施設として氷を販売するために建てられたのね。今のコンビニエンスストアの原型になったのは、氷の他に卵や食料品、日用品などを売るようになってからなんだぜ。そんなセブンイレブンの第1号店は、東京の江東区にあるぞ。第1号店は、今でも続いているのかしら？もちろん、1974年から開業していて最近開業50周年を迎えたらしいぞ。50年も続いているコンビニがあるだなんて、すごすぎるわ。半世紀経ってもずっと続いていると考えると、感慨深いものがあるよな。ちなみにセブンイレブンという店名は、展開当初の営業時間が朝7時から夜11時までだったことに由来しているぜ。名前の通りセブンとイレブンだったわよね。その後は24時間営業になったセブンイレブンだが、今ではまた名前通りの営業になっているぜ。なんで営業時間が、また短くなったのかしら。人手不足や夜に人が来なくなった、などの理由があるな。コロナが流行り出してから出かける人も減って、特に夜の時間帯はからっきしになった店舗もあったそうだ。それなら、前の朝7時から夜11時までの方がいいわね。ただし店舗によっては、営業時間が違う場所もあるから注意が必要だぜ。田舎とかだと朝6時から夜11時が営業時間なんて感じに、時間が少しずれているところが多いわよね。もっと田舎の方に行くと、早く店が閉まるところもあるぜ。旅行とかで出かけた時は、時間を把握しておかないと何も買えなくて大変な目に遭いそうだわ。話は変わるが当時のセブンイレブンは、おでんやおにぎりなど日本ならではのファストフードが生み出されたんだ。その一方で80年代のセブンイレブンは、アメリカのファストフード商品も発売されていたんだ。当時は海外の食べ物やファッションとかに、憧れを抱いている人がたくさんいたものね。欧米スタイルへの憧れが高まる日本人の心をつかみ、新しい楽しみを生活に浸透させたんだぜ。その他に、単身世帯の増加や女性の社会進出など、変わっていく社会に合わせてセブンイレブンも動き出したんだ。さあ霊夢、セブンイレブンはどういう風に動いたかわかるかな？んと、今まで聞いた感じだと食べ物だけっぽいから、生活用品の販売をしたとかかしら。大正解だぜ。セブンイレブンは食品や生活用品だけじゃなく、暮らしを便利にするサービスも展開したんだ。街のインフラとして、大きく成長した時代だったのね。そんなセブンイレブンは、1978年に革命的なものを発売したんだぜ。実は1978年に、目から鱗の凄すぎるおにぎりの販売開始をしたんだ。今なら普通にあるおにぎりだけど、どこが凄かったの？家庭で作ったおにぎりを目標に、パリパリの海苔という差別化で大ヒットしたんだぜ。今や年間販売数は22億個超だそうだ。あのパリパリの海苔のおにぎりって、セブンイレブンが考えたものだったの？パリパリの海苔を使ったおにぎりは、今ならいろんなところでも販売されているが、元はセブンイレブンが発案したんだぜ。売られているものは、柔らかい海苔が多いからおにぎりの海苔をパリパリにして販売するっていう想像がなかったんでしょうね。しかも50年くらい前からパリパリの海苔に巻かれたおにぎりがあったと考えると、セブンイレブンって本当にすごいわ。企業努力の賜物だな。私もセブンイレブンみたいに、誰も想像したことがなかったものを発案してみたいわ。いいじゃないか。例えばどんなものを発案してみたいんだ。そうねえ、お湯を注ぐだけでできる、美味しい食べ物とかどうかしら。私ってば天才じゃない。インスタント系のものなら、もう販売されているな。
霊夢は知らないだろうが、カップラーメンという美味しい食べ物があるから食べてみるといいぞ。私の天才的な発想が先起こされていただなんて、何が何でも私が考えたものにしたいわ。インスタントの商標権、私のものにしちゃうんだから。別のものを発案した方が、絶対にいいと思うぞ。二つ目はローソンだぜ。これも誰もが知っている、有名なコンビニね。ローソンとは、名前を知らない人はいないであろう有名なコンビニエンスストアチェーン店だぜ。もともとは1939年に、アメリカ合衆国のオハイオ州でローソン氏によって創業された牛乳販売店だったんだ。ローソンもアメリカで創業された、コンビニチェーン店なのね。ローソン氏はその後ローソンミルク社を設立して、日用品などの生活必需品も販売。米国北東部を中心に、チェーン展開を行ったんだぜ。それが今のローソンになったのね。さすがアメリカだわ。ちなみにコンビニエンスストアローソンというチェーン名やロゴは、ローソンミルク社に関係しているんだ。そういえば、ローソンのロゴにはミルク缶があるわよね。そうだ、アメリカンファームを連想させるミルク缶デザイン、あれは米国の牛乳やローソンが発端となっているんだぜ。てっきり、牛乳の味に自信があるからとかだと思っていたわ。それならもっと、牛乳の商品を販売しているはずだろ。ちなみに、霊夢にとってローソンといえば何を思い浮かべる？やっぱり唐揚げくんじゃないかしら、グッズ化もしているし。そうだな、実はその唐揚げくんは日本にローソンができたばかりの当初もあったんだぜ。そんな昔からあったの？1986年に販売された唐揚げくんは、パッケージが英字新聞風のデザインだったんだぜ。ほんとだわ、今のデザインとは全然違うわね。そこから数年経って1990年に販売された唐揚げくんは、英字新聞風からコミカルな漫画調のデザインに。そして2003年には今のデザインとほぼ同じの、唐揚げくんのパッケージで販売されるようになったんだぜ。なんだか、夏休み明けに一気に雰囲気が変わった友達を見ている気分だわ。どういう例え方だよ、わからなくもないけどさ。そんなローソンは、今ではローソンストア100という100円ショップのような店舗も関東を含む一部地域で展開しているぜ。ローソン100や100円ローソンなど、自由に呼ばれていることが多いな。ローソンストア100は、私もよく言っているわよ。ローソンストア100では、生活用品や各種サービスを行っている従来型のコンビニとは別の商品を扱っているぜ。主に肉や野菜などの生鮮食品を扱う小さなスーパーと、身近な生活用品を揃えた100円ショップを融合させた感じだな。学生や単身者などが気軽に利用できる、複合型の店舗を目指すことを念頭に店舗展開しているそうだ。昔は100円ショップとコンビニが合わさったお店なんてなかったから、結構便利なのよね。そもそも、普通の100円ショップでも今みたいに何でもあるって感じの品揃えじゃなかったしな。便利な世の中になったものだわ。私はまだローソンストア100に行ったことがないから、明日あたりにでも行ってみるぜ。じゃあ、ついでに明日の夜ご飯の材料買ってきてちょうだい。勝手に私をパシリに使うな。三つ目はファミリーマートだぜ。これもまた有名なコンビニね。ファミチキ。ファミリーマートとは、日本発祥のコンビニエンスストアだぜ。通称ファミマと呼ばれていて、伊藤忠商事グループの株式会社ファミリーマートによって運営されているぞ。ファミマはアメリカ発祥じゃなくて、日本発祥なのね。今まで解説したセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートは、日本三大のコンビニエンスストアだ。コンビニといえば、で出てくるコンビニの名前は、大体この3つだろうな。確かに、パッと思いつくコンビニばかりだわ。日本国内は全都道府県に店舗があり、店舗数は2022年の調査で 16,564 店舗、業界2位となっているそうだ。ファミマって、日本にそんなにあったの？ああ、ファミリーマートの拡大は買収も大きいから、業界2位になっているんだろうな。特にファミリーマートは、セブンイレブンやローソンを超えるためにいろんなコンビニを吸収合併しているんだ。そんなファミリーマートのキャッチコピーは、一度は聞いたことがあるだろうあなたとコンビニだぜ。CM でもよく聞くあなたとコンビニ、ファミリーマートね。そんなファミリーマートは当初、今のデザインとは違う見た目をしていたんだ。確か、赤のイメージが強かった記憶があるわ。そう、第1号店は赤色の建物と看板だったんだぜ。本当だわ、普通のスーパーに見えるわね。その後に建てられたファミリーマートも、今とは違う赤と黄色がメインのイメージカラーだったんだ。コンビニっぽい見た目ではあるけれど、今のファミマらしさを感じないわ。どうして、今の色になったのかしら。ファミリーマートのブランドカラーである青色と緑色は、楽しさ、新鮮さ、信頼、安心を表しているんだぜ。そして、この2色のブランドカラーで作られたシンボルマークで、客との太い絆を表現したそうだ。確かにファミマって、新鮮さや信頼があるいいコンビニよね。ファミマらしさがあって、すごくいいと思うわ。
ちなみにブランドカラーの緑色、白色、青色の3色も、色彩のみからなる商標として2018年に特許庁に登録されているぜ。色の商標権まで取っていたの。青色と緑色と白色で思いつくものといえば、と聞かれた時、みんなファミリーマートって答える自信があったからだろうな。また、当初のファミリーマートで今と大きく異なるのは品揃えだ。実は当時、お弁当やおむすびなどはなかったんだぜ。そうなの。じゃあ逆に、何が売っていたのかしら。青果や精肉、鮮魚といった生鮮食品や冷蔵品、加工食品をメインに約1100品目を取り扱っていたそうだ。八百屋さんのイメージが強いわね。また、1978年には初のフランチャイズ店舗を千葉県の船橋市にオープンしたんだ。初の年中無休、24時間営業の店舗でもあったそうだぞ。24時間営業のコンビニってよく聞くけれど、ファミリーマートが一番最初だったのね。私も24時間営業の店舗を、全国に展開してみようかしら。やめとけ、霊夢がやるとただのブラック企業になるだけだぞ。店を作るなら、ファミリーマートみたいに従業員のことを考えて作ってくれよな。偏見よ、ブラック企業にする気は一つもないわ。じゃあ、なんで24時間営業にしたいんだ。そりゃあもう、みっちり働いてお金を稼いでもらうためよ。やっぱり、ブラック企業じゃねえか。四つ目はセイコーマートだぜ。これは店舗がある場所が限られている、幻のコンビニね。私はあまり行ったことがないから、田舎に行くたびにワクワクして入ることがあるわ。幻ってほどじゃないけどな。セイコーマートとは、北海道を中心に約1200店舗を展開するコンビニエンスストアチェーン店だぜ。実はセイコーマートは、日本に現存する最も古いコンビニエンスストアチェーン店なんだ。そんなに前からあったの？元々の日本に現存する最も古いコンビニエンスストアチェーン店はココストアだったんだが、これはこの次の解説で話すぜ。セイコーマートの名前の由来は、成功が成功する、マートは英語で市場を意味しているんだ。お店が成功しますようにっていう、素敵な願いが込められているのね。ちなみにセイコーマートのロゴマークは、どんな意味を持っているのかしら。あのロゴマークの鳥はフェニックスだぜ。フェニックスは神話に出てくる何度も蘇り生き続ける伝説の鳥で、日本では不死鳥とも言われているんだ。セイコーマートもフェニックスのように時代に合わせて変化し、永遠に繁栄するようにという願いを込められているそうだぞ。だからあのロゴマークになったのね。そんなセイコーマートは昔、ホットシェフがない普通のコンビニエンスストアだったんだぜ。セイコーマートといえばホットシェフなのに、昔はなかったの。ああ、売っていたものは主にタバコや肉、酒などだ。ホットシェフが生まれたのは、1994年のこと。お店のキッチンで、弁当や惣菜を作って提供し始めたんだ。それが客に大好評、そして他のコンビニとの差別化をすることができて今に至るってわけだ。やっぱり差別化って大切よね。その店にしかない魅力があって、ワクワク感が強まるからな。私も別のお店とは一味違う、最高のお店を作ってみたいわ。いいじゃないか、どんな風に差別化するんだ。マリサの魔法を使った、すべての商品が浮いているお店よ。衛生面も考慮されていて、素晴らしいと思わない。私の労力も、考慮してほしいもんだぜ。5つ目はココストアだぜ。コストコ。コストコはコンビニじゃないから違うぞ、ココストアだ。ココストアとは、日本にかつて存在したコンビニエンスストアチェーン店だぜ。シンボルマークはピンク色の下地にココ、と印されたデザインだ。可愛らしいロゴだった記憶があるわ。店名はコンビニエンスとコンフォートの頭文字から取っているんだとか。コンフォートって、コンフォートとは、日本語で快適や心地いいという意味だぜ。そんなココストアは日本のコンビニエンスストアの元祖とも言われていて、1971年に愛知県で開店したんだ。ココストアはなんとあの有名な、セブンイレブンよりも先に1号店をオープンさせているんだぜ。セブンイレブンよりも先にできただなんて、すごすぎるわ。でもさっき、セイコーマートが日本に現存する最も古いコンビニエンスストアチェーン店って言ってたわよね。なのにココストアがコンビニの元祖って、どういうことなの？これは現存するコンビニエンスストアチェーン店の話だからな。元々の日本に現存する最も古いコンビニエンスストアチェーン店は、ココストアだったんだ。しかしココストアは、ファミリーマートに買収されたから現存しなくなってしまったんだ。買収されていたの？全然知らなかったわ。だからセイコーマートが、日本に現存する最も古いコンビニエンスストアチェーン店なんだぜ。そういうことだったんだ。ココストアも大変だったのね。ココストアは2015年の12月に、ファミリーマートに吸収合併された後も一部の店舗は残っていたんだ。そのため細々と運営はしていたんだが、2016年10月までに大半の店舗がファミリーマートブランドに業態転換。現在のココストアブランドは、すでに消滅してしまっているぜ。じゃあ昔あったココストアは、今のファミリーマートになっているのね。
ここストアは見たことはあるけど入ったことはなかったから、せっかくなら少しだけでいいから現存していて欲しかったわ。もし現存していたら、霊夢におすすめの焼きたてのパンを紹介していたんだがな。え、焼きたてのパンってどういうこと？コンビニなのに。ああ、ここストアでは焼きたてのパンが販売されていたんだ。そんなことならもっと早く言いなさいよ。知っていたら、毎日買いに行ったのに。今は亡きココストアだが、焼きたてのパンが生き残っている場所はあるぜ。どこどこ、早く教えなさいよ。それは、沖縄にあるファミリーマートだ。ココストアは、ファミリーマートに吸収合併されたって言っただろ。ほとんどのファミリーマートには焼きたてのパンは置いていないんだが、沖縄には置いてある場所もあるんだ。だからココストアにあった焼きたてのパンをまた食べたいのであれば、沖縄のファミリーマートに行ってみるといいぞ。行く行く、マリサ、魔法のほうきで今すぐ連れてって。私のほうきは一人用だ。重量オーバーだから一人で行ってくれよな。わーん、マリサのケチー。6つ目はサンチェーンだぜ。サンチェーンなんて、久しぶりに名前を聞いたわ。赤色と青色でできた、遠くから見てもわかりやすい看板だったわよね。サンチェーンとは、かつて存在していた日本のコンビニエンスストアチェーン店だぜ。1976年に第1号店をオープン、その後は主に関東と関西を中心とした大都市圏に展開し始めたんだ。なんとサンチェーンは、創業から1年で100店舗、翌年には200店舗と驚異的なスピードでの出店を行ったんだぜ。は、早すぎる、なんて速さなの。お客さんも結構賑わっていたし、このままならば順調に全国展開できそうね。しかしそんなサンチェーンは、1994年には全店舗が閉店してしまったんだ。あんなに賑わっていたのに、なんでなくなっちゃったのかしら。展開していたほとんどが直営店であるにもかかわらず致命的なミスをしてしまったんだ。そのミスはというと、立地などの検討が甘いまま急速な失点を繰り返していたんだぜ。最悪じゃない、早すぎて一番見落としちゃいけないところを見落としているわよ。そのため1979年には、数十店舗規模での閉店に追い込まれてしまったんだぜ。あんなに急成長していたのに、わずか数年のうちに危機的状況になってしまったのね。そのため現在のサンチェーンは、ローソンに吸収合併されてしまっているぜ。もし立地がいい場所にあれば、令和の時代でも生き残っていたかもしれないんだがな。悲しすぎるわ、私が全部復活させてやるんだから。霊夢がやると、さらに立地が悪くなりそうだからやめてほしいぜ。偏見よ、私だって、やればできる子なんだから。7つ目はホットスパーだぜ。これもまた懐かしいコンビニね。ホットスパーとは、日本でかつて展開していたコンビニエンスストアチェーン店だぜ。1977年に発足した全日本スパーグループは、当初は生鮮食料品を中心に扱う小型スーパーマーケット形態の店舗だったんだ。当初は、コンビニとは違う形態だったのね。その後の1985年には関東地域スパー本部がコンビニエンスストア業態のホットスパー1号店を開業。同年11月には、北陸スパー本部が北陸ホットスパーを設立したんだ。それからコンビニエンスストア業態の店舗は、ホットスパーブランドとして展開されていったんだぜ。それがホットスパーの原点なのね。しかしホットスパーは、三大コンビニエンスストアのセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの出店によって客が減少。そのため、合併や営業譲渡により現在は姿を消してしまっているぜ。昔のホットスパーは、今どうなっているのかしら。ホットスパーはココストアと合併し、ココストアはさっき言った通りファミリーマートと合併しているぜ。合併しすぎよ、混ざりすぎて、何がなんだかわからなくなってくるわ。ちゃんとどこがどこと合併したか、ちゃんと覚えているかな。ローソンがホットスパーになって、セブンイレブンがファミリーマートになって、全然違うぜ、今日は居残り補修だ。コンビニ業界は大変だけれど、今日の解説を聞いて昔あったコンビニが今のコンビニを繋いでくれていることがよくわかったわ。今は亡きコンビニエンスストアだが、そのコンビニエンスストアがあってこそ今が成り立っているからな。ちなみに 3F、セーブオンはローソンに、AMPM、サークル系はファミリーマートに吸収されていたりするぜ。でも合併してみんなの記憶からなくなっちゃうのは悲しいわ。マリサ、今が魔法の使い時よ。なくなったコンビニを全部復活させるのよ。私はそこまで超人じゃないからな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、だぜ。